からこそパワー、全力で砕いていくわよ。いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。料理長のゆっくりさなえです。今回は全力でココナッツを叩き割る動画よね。なんかやたら生き生きしてますね。破壊するだけだから簡単でしょ。サムネ用にココナッツを器にするので、それっぽく割ってほしいんですよね。どうせそれサムネに使わないでしょ。すいません、使いませんでした。そうそう、来週の動画投稿のこと早めに言っておいた方がいいんじゃない。そうですね、来週の土曜日は私史上初めて動画投稿のない日になります。あれ、初めてですよね。ごめん覚えてない。で、アンケートを取ったじゃないですか。たくさんの投票ありがとうございました。それをもとに25日の月曜日に動画投稿することになったので、よろしくお願いします。もう察してる人もいると思うけどよろしくね。それではココナッツ破壊大作戦始めていきましょう。早速だけど注意事項よ。今回のココナッツを割ってみようのかい。割った後にココナッツウォーターを飲んでみるんだけど、問題はその後にあって、ココナッツといえば、思い浮かべるのはココナッツミルク。なのに一切登場しないのよね。疲れてたから何も調べもしなかったサナエがどんなことをしたのか、生温かい目で見てあげてね。さてそれでは割ってみましょうか。色の濃い丸い部分に穴を開けるっぽいんですよね。というかココナッツって何をどうするんでしょうね。正直私もわからないわ。とりあえず中身を飲むのかな。くらいの知識量でやってみてるので、違ってたらリベンジするまでありますね。とりあえず中身を飲んでみてからね。ところでこれって本当に穴開くんですか。ちょっと力ずくでやるから貸して。よし、行くわよ。これそろそろいけそうよ。なんとかバッチリ刺さったわね。ありがとうございます。早速飲んでみますね。私の口には全然合わないです。オブラートに包みまくったわね。鼻に抜ける香りがなんとも苦手ですね。そういえばココナッツって中身食べれるんでしたっけ。果肉は確か白いのが結構あるわね。よし、それでしっかりデストロイしますか。サナエってそんなキャラだっけ。とりあえずココナッツウォーターはミキサーに入れて、果肉も入れて回してみましょう。なんかステンレスだったか鋼だったか、錆びやすくなるらしいけど。まあ、いっか。え、どうかしましたか。なんでもないわ、続けてちょうだい。これ眺めながらコメント返信しましょうか。それでは一つ目。いちごジャムめっちゃ綺麗。作り方も簡単そうなので作ってみたいです。手間をかけなければもっと簡単ですよね。煮詰めるだけだからね、もっともっと簡単にできるわよ。気が向いた時に他のジャムもいろいろ作ってみようかしらね。綺麗なサムネ期待してますね。それでは二つ目。仙台みこさんエボルブやってるのか。前からちょこちょこメインでも話してるけど、結構やってるわよ。週何回くらい公認行ってるんでしょうね。週3から6くらいじゃない。え、多くない。多いですよ。今更ですか。いろんなデッキタイプとやってみたいから仕方ないわね。それでは全部出し切ったので、ココナッツをレンチンして果肉を取り出しましょう。熱すぎます。ちょっと冷ませばよかったのに。それではゴンゴン叩いたり、ザクザクしたり、なんとか割ることができました。ついに問題のところに来たわね。本来ココナッツミルクは、果肉をココナッツジュースや水でミキサーにかけてこすのよ。それを踏まえた上でここから見てみてね。さてそれでは果肉をくり抜いてジュースと一緒にミキサーにかけましょう。ところでこれってどうするのがいいんでしょうね。というと、とりあえず回してみてるんですが、いろいろ違う気がするんですよね。ここまでですらジュースが圧倒的に多いのよね。うん、美味しくない。前回のジャム入れてみますか。美味しそうな色になってきましたね。ココナッツミルクにするために牛乳も入れてみましょう。そういうことじゃないのよ。そしたらこして完成ってことにしましょう。皆さんは絶対に参考にしないでください。みんなはしっかり調べると思うわよ。それでは飲む前に、来週の動画のことを改めてお知らせです。来週の土曜日はお休みをいただいて、25日の月曜日に動画投稿します。30日も投稿するつもりだから、その週はおそらく2本投稿になるわね。ずっと前から企画してた動画なので、ぜひ楽しみにしていてください。詳細は後日コミュニティで投稿するわね。さてそれじゃあもう諦めかけてるこれを飲んでみるわね。今度リベンジする機会があったらしようね。やっぱりそうなりますよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。